ばんは、あにちゃんです。今回は2023年夏アニメを紹介させてください。また変な声ですみません。ボイスチェンジャーの触りすぎで声がまだ迷走中です。ごめんなさい。それでは早速ですが、押さえておくべき作品、必須科目を紹介します。夏もつよつよタイトル多いよね。そうそうだよね。まずは呪術廻戦です。これはもうね、鬼滅の刃、東京リベンジャーズ、スパイファミリー的な感覚ですよね。100円ショップにもグッズ展開される的なアニメですよね。五条先生の術が出るとね、すんごい世界になるんですよね。あれをアニメでまた見てみたいですよね。好きな人多いかと思います。そして五等分の花嫁、彼女をお借りします、堀宮でしょ。すんごい読んでてさ、改めてやばいよね。夏も忙しい。あとはね、政宗くんのリベンジ、無職転生、死神坊ちゃんと黒魔女でしょ。あ、死神坊ちゃんに出てくるメイドさんのアリスの声、男子はね、特に好きかと思いますよ。セクシーボイスですよね。プルプルしちゃわない？プルプルしちゃうよね。そこも必見かと思います。あとはあやとら、あやかしトライアングル、2022年の冬アニメですね、から延期になっちゃってて、その続きが見れます。あ、私好きなキャラクターがいて、金髪でルーシーっていう名前で、スマホで画像を撮りまくるっていうキャラで、その姿がおかしくってとっても気になるんです。あとルーシーの声も好きですね。そうそう、スパイ教室の2期もあるみたいです。ほんと夏アニメも忙しくなるよね。最後はルローニケンシンです。90年代のジャンプ系アニメ、少年ジャンプ系作品ですね。江戸時代の最後から明治初期のお話ですね。るろうに剣心はね、登場人物がね、みんな自分の信念や生き様すんごくあるんですよ。基本は刀で戦うんですけど、みんな自分の得意な技があって、二刀流だったり、刀をフェンシングみたいに突き刺すみたいに使う人がいたりするんです。それをね、極限まで極めるんですけど、それが相手に通用しないかもしれないけど、己を信じて、自分を信じて真っ向勝負するんですよね。これがね、しびれるんです。心にね、来るものがあると思います。
その視点で見るのも面白いかもです。主人公はね、確かあの刀が、酒場刀って言って、切れる方と切れない方が逆になってる刀なんです。その刀で相手を骨折とかさせて動けないようにして勝つっていう、あの信念、美学の持ち主なんですよね。相手を切っちゃわないようにして勝つっていう、フィロソフィーというか美学なんです。そのあたりも私は好きですね。私は、キャラクターの中では宗次郎っていうキャラが好きかな。ネットとかでよく話題になる鬼滅の刃の善逸くんと宗次郎の必殺技がどっちが速いって議論がまたあちこちで繰り広げられるかもしれないですよね。あとネットフリックスでハンマーバキープランプラバキーですねもあるみたいです。あ、バキでもよく話題になる同じような感じの、あのオーガとケンシロウはどっちが強いみたいな議論がこっちでもまた繰り広げられるかもしんないですよね。私はやっぱあの時間を止められるジョータロウが強いんじゃないって思うんだけど、皆さんはどう思われますか？このあたりが必須科目になるんじゃないかなと思います。何を見たらいいか迷う方、何を押さえておくと話題についていけるかなどを気にされる方はこのあたりの作品を見ると良いかもしれないです。今回は以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。それではおやすみなさい。